MLB 大谷翔平開幕直前の打撃フォーム変更に敵ベンチ騒然話題になっていた2日の投手デビューでもアスレチックスに衝撃を与えられるか今季初先発を1日日本時間2日に控えたエンゼルス大谷翔平投手3月29日同30日には 敵地アスレチックス戦に8番 DH で打者デビュー。オープン戦では、投打ともに苦戦した二刀流だが、メジャー初打席の初球を初安打につなげる勝負強さを発揮した。開幕戦に向け、どんな修正を行ったのか。大谷は、オープン戦最終戦の26日、同、27日、ドジャース戦から、一本足打法をやめ、 り足打法に切り替える突貫工事に出たが二刀流が見せたよもやの修正が相手ベンチに衝撃を走らせた我々がスプリングトレーニングで見ていたアプローチと変わっていたんだ彼は打席で足を振り上げるのをやめたオープン戦では足を大きく振り上げてタイミングをとっていた自分たちの知る打ち方ではなかった だから自分たちもアプローチを変えたんだ。こう語ったのは開幕戦にアスレチックス2番手で6回のマウンドに上がったサワン・ライアン・バクター投手だった。大谷はオープン戦の大半で一本足打法を続けたが28打数3安打とメジャーの投手相手に全くタイミングが合わなかった。そこで 26日ドジャース戦では、すり足打法にフォームを改造。実力派サワイヒル相手に左前安打を放っていたが、その1試合だけでは、アスレチックスにはデータが少なすぎたようだ。開幕戦の日、大谷はネクストバッターズサークルでも、相手の投手を見ながら、すり足でタイミングを取り続けた。足を振振りり上上げげようが、振り上げ前が、前 彼が余裕を感じる展開になれば打たれてしまう。いずれにしてもアウトを取らなければいけないという部分は同じだとバクターは語った。一方、アスレチックスのジョナサン・ルクロイホッシュは自分はそんなに驚きはなかった。でも、ダグアウトでは彼が足を振り上げるのをやめたと話題になっていたと証言。 開幕直前の打法変更で、相手ベンチは騒然となっていたことを明かした。そのルクロイは、メジャーの速球に合わせるための対応だろうね。すり足にすることは、どの選手も修正するものなんだよ、と大然とした様子だった。すり足打法に衝撃を受けたアスレチックス。 メジャー初打席で初球安打という結果を出した大谷だが、打撃フォーム変更は、最高の奇襲となったかもしれない。果たして、投手・大谷翔平も、アスレチックスに衝撃を与えることができるだろうか。地元メディアから、高評価・大谷に走塁はエリートレベル。 アスレチックスとの開幕戦日本時間30日に8番 DH でスタメン出場2回の1打席目相手先発ツングレーブマンの初球ツーシームを右前に運びメジャー初打席初安打最先のいいスタートを切ったがその後は3つの内野ゴロと空振り三振に倒れデビュー戦は5打数1安打1三振だった オープン戦では、投打とも結果を残せず、一時は、マイナーで経験を積むべきだなどと、出厳しい論調が目立った米メディアも、開幕戦の5打席だけでは判断しづらいのだろう。29日付の USA ト d a y 電子版ら主要メディアの多くは、依然として投打とも大リーグレベルかどうかは未知数と、具体的な評価は避けた。 二刀流としてのスタートを切った大谷について、未知の世界に足を踏み入れたと、無難な報道が目立つ中、地元、ロサンゼルス・タイムズ・電子版は、ナイア,アンダリョ打さんの可能性を伝えている。記事では、9回の第4打席で2ゴロに倒れた際、1塁に全力疾走し、クロスプレーになった走塁を高く評価。チームスカウトの計測では、 打席から一塁ベース到達までに要したタイムは3.8秒で、193センチ、90キロと大柄な割に、走塁はエリートレベルだという。メジャー初戦では、長打性の当たりこそなかったものの、前世紀のイチロー、マリナーズがそうだったように、同志は足でハンダを稼げるだろうと見ているのだ。大谷は和製ベブ・ルースとして、 全米の注目を集めている。米国のファンが期待するのは、内野安打よりも、これまでの日本人野手のイメージを覆すような長打力だ。大谷が、内野安打で打率を稼いだとしても、果たして、本場のファンは納得するのだろうか。松井秀喜は、デビュー1年目、ニューヨークメディアに、ゴロキングと揶揄された。大谷も